旧統一教会は初めて行使された質問権に対する回答文書をきのう段ボール10箱程度で文化庁に送付したと明らかにしました文化庁は先月宗教法人法に基づいて旧統一教会に初めて質問権を行使して組織体制に関する書類などの提出を求めましたこれに対し、教団はの中型の段ボール10箱程度で 回答文書を送付しました教団は回答までの期間内にできることについて誠実に対応した今後教団として改革をしっかりと進めるとコメントしています文化庁は回答内容を精査し教団側の行為に組織性悪質性継続性が認められれば裁判所への解散命令請求を検討します